これを食べたくて、そう、一番に来たんでサインしてもらいました。行列の先にいたシェフはアッシュチョコレートワールド辻口シェフ。そう、とても美味しくて、話しかけたりしているとお答えしていただけるので、とても素晴らしいシェフだと思います。ショコラも他のスイーツも本当にみんなすごい美味しいですし、人間性もすごいですし、本当に大好きです。そんな辻口シェフがオーナーを務めるアッシュチョコレートワールドの人気商品といえば、新感覚のもっちもちトリュフに生クリームがたっぷり入った生トリュフ。今年のアムール限定はあまおういちごに西尾抹茶、要チェックです。さらに今年辻口シェフが特に力を注いだという新作が、今回ね、このアムールドショコラでしか買えないこの新作のプレミアムボックス、愛知県の特産物いちじくと三重県の、和紅茶、そして岐阜の、冬柿、それを入れてチョコレートを作りました。今までなかったアムールの世界観というものをこのアッシュチョコレートワールドでまた新しく引き出した。ぜひお楽しみください。辻口シェフとのひととき、そして新作のショコラを目当てに長い列ができていましたが、実は同じブースにもう一つ長い列ができていたんです。その先には辻口シェフのまな弟子石本シェフの姿が。最初はかっこいいなぐらいから入ったんですけど、なんかみんなに優しいし喋りやすいんで、毎回来た時通っちゃうぐらい。最初は笑顔に吸い込まれて、対応の優しさってありますね。師匠辻口シェフをしのぐほどの人気ぶり。そんな多くのファンを魅了する石本シェフ、実は地元名古屋市出身。幼少期には料理イコール女性のイメージがあったそうですが、友人の父が料理をしている姿に衝撃を受け、シェフを目指すことにしたそうなんです。そして2007年、世界的パティシエ辻口シェフに弟子入り。15年以上の修行の末、2020年、名古屋セントラルガーデンのフォルテシモアッシュ総括責任者を任されるまでになったんです。石本シェフの代名詞は王冠カヌレ。外はカリ、中はもっちり食感が楽しめると人気で、去年のアムールでは連日大行列ができるほど。今年は新作マイヤーレモンやあんこを含む3種類の味が楽しめます。さらに王冠カヌレとともに人気なのがこちらのフォンダンショコラ。なんと会場では実演販売しているそうなので、その模様を中継でお伝えします。長岡さん。はい、さあこちらがですね、フォルテシモアッシュさんでございますけれども、さあ石本シェフもいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと今 VTR にありました、はい、今回の新作、はい、これをご紹介いただいていいですか。はい、こちらでございます。ちょっと左手にはサインの跡が、ね、今日も朝10時から大行列でサインをずっと書いてらっしゃいましたけども、こちらどんな商品か中見せてください。はい、一応こういった、うわ、美味しそうな。こちら商品名を教えてください。はい、キュイエールフォンダンと申します。キュイエールフォンダン2つ入りで1501円ということですが、はい、どんな商品になってるんですか。そうですね、今回キュイエールっていう名前がスプーンっていう意味なんですけれども、スプーンですくっていただくフォンダンショコラなんですけれども、中にガナッシュを閉じ込めてますので、はい、とろっととろけるようなフォンダンショコラを仕上げてます。フォンダンショコラってお家に持って帰っちゃうと、とろっと感ってなかなか出しにくいと思うんですけど、はい、これはガナッシュ閉じ込めてるので、お家で600ワットぐらいで15秒から20秒ぐらいチンしていただけると、中またとろっと戻るので。はい、じゃあお家でもこのとろっと感が出来たてじゃなくても食べられちゃうんですか。そうです。うわー、すごい。ではこちらは、何味でしょう。甘おういちごです。甘おういちごです。いただきます。表面のサクッとした部分と、はい、そして中のとろっとさ、この濃厚さ加減は、はい、さらにこの甘おういちごのガナッシュも入ってるんですね。そうです。外側がチョコレートの生地で、中が甘おうのガナッシュなので、そのチョコレートとのマリアージュを楽しんでいただけるフォンダンショコラです。す
ごい。だから本当にフォンダンショコラと一つ言っても作り方やさらには見せ方というものが様々あるということですね。そうですね。これはお師匠さんは食べたんですか？もちろん OK いただいて合格いただいた商品です。辻口さん、辻口さん、フォルテッシモアッシュのお師匠さん、はい、いやごめんなさい、いいですか？あ、いいですよ。どうでした辻口さん、こちら石本さんの食べて。いやもうこれはもう美味しいよ。一番薄い。その食レポだとうちのプロデューサー納得しませんよ。もうちょっとなんかこう細かいなんかないの？ちゃんとしてるね。ちゃんとして嬉しいな、そこまでね突っ込んでくれると嬉しいな。いやけどもう世界的なねパティシエでございますから。けどやっぱりもう辻本さんの元で修行されたからこそできる技、味なんですね。もう何回も試作して食べていただいて OK もらうまでにめちゃくちゃ時間かかりました。そんな辻本さんも、辻口さん、失礼いたしました。辻口さんも、はい、新作があるということを教えてください。もちろんもちろん、このね、ルショコラダッシュのプレミアムボックスっていうんですけど、もう去年の1位ですよ。その全ての会場のプロダクツのナンバーワンがこれだったんですけど、今年はなんと、シルクショコラ、いわゆるそのシルクっていうと普通ね、はい、絹ですよね。絹ですよね、はい、このシルクがね、なんと食べれるんですよ。絹って食べられるんですか？あ、そう。だからすごいな。繭の中から取った栄養素を、はい、このイチジクと合わせて作ったのがシルクショコラ。これどれに入ってるんですか？そういうの。これはシルクと、あと愛知県産のイチジクと合わせている。そうです。シルク、身につけることはあっても食べたことは初めてです。いただきます。シルクの味、ものすごく濃厚で、なんかこういわゆる発酵食品のような旨味の塊になってる。これがシルクなんですか？そうなんです。旨味、まさにシルクって旨味の塊なの。そうなんですか。それとね、合わさることによってさらにね、イチジクとかチョコレートが美味しく感じる。本当にそうですね、うん、その旨味の塊であることによって何かちょっと塩味を感じるぐらい、何かスイカに塩状態じゃないですけれども、うん、そのイチジクやショコラがより味が引き立つような、はい、そんなような味になってますね。いやもうちょっと間を置くとさらに食レポが1年ぶりに1年ぶりだけどかなり磨きましたね。ありがとう。磨きがかかってる。気持ちよさそう。岐阜の冬柿も食べよう。岐阜の冬柿もいただきましょう。あと和紅茶もある。ちょっと待って、岐阜の冬柿も、これ岐阜の美味しさ。これ和紅茶どちらの？これ三重県。三重県の和紅茶。そうだから東海三県のやつがギュッと凝縮したのがこのまさにプレミアムボックス、こちら。全部美味しいんですけど、やっぱうまさが違いますか？そう和紅茶はね、爽やかさがしっかりありますしね。さすが。このコクがやっぱり柿もあります。いやこれプレミアム、さすが。すごい商品、いやありがとうございました。ありがとうございます。すごい商品でございました。お待ちしてます。